山田拓山田拓は、日本の振付家。その振付作品の多さは群を抜いている。日本振付家協会の創設者であり、会長を務めた。1931年8月16日、大阪に生まれる。7人の子供の5番目。戦時中もあり、裕福ではない幼少時代を過ごす。1937年、吹田第一小学校に入学。 茨城中学校へ進み、機械体操で国体2位を受賞した。3年で終了し、羽小泉高等学校へ進むが1年半で辞める。理由は、自身の希望した公開化ではなく、さらには、軍隊の名残があった校風が肌に合わなかったためと推測される。退学後、姉の勧めで、 江川バレエ団に入団する。舞踏家あるいは振付家としての活動を始め、バレエ団員として、新中軍周りなどもする。後に日劇に入る。その後、ステップインというダンサー20名ほどのチームを組んで、地方公演やメトロ、美人座、ユニバースなどでも多数公演する。ダンサー、振付家として、個人でも活動する。後にステップインは解散。 舞台芸術に関する勉強はすべて独学で学んだ。当時、舞台芸術に関する要衝を何冊も読んでいた。1953年に結婚。二男一女に恵まれる。1956年に梅田駒劇場ができて、そのオーディションを受け合格。ダンサー、振付家として活動する。後に演出も手掛けるようになる。この頃、浜村美智子の バナナボートの振り付け、演出で一斉風靡する。大阪の振り付けも手掛けるようになり、1957年、宝塚歌劇団による日本初のレビュー、モンパリが再演された際に、初めて宝塚歌劇団の振り付けを担当した。他にも代表作、ミーマイがあるガイズドールズなど、数多くの作品を手掛ける。また、 1974年から15年にわたる、ロングランとなった、コノミナナと、細川敏之の二人芝居、ショーガールもすべて振り付けした。ジャニーズ、フォーリーブス、少年隊、五木博、西城秀樹、NHK 紅白歌合戦、タノキントリオの、ブルージーンズメモリー、松坂稽古版の、上海バンスキングなどの振り付けで、多くのテレビ、映画で活動。 数々のヒットステージを生む。1965年から劇団四季でも振付家として活動し、アプローズ、ジーザスクライストスーパースター、キャッツ、ミュージカルリコーランなど数々の劇団四季代表作を手掛ける。日本振付や協会会長、日本ジャズダンス芸術協会相談役も務めた。2007年、大阪市市民厚労賞を受賞した。 1974年に初演を迎えた、好み7と細川俊之主演の、ショーガールは16作品すべて振付し、15年のロングラン公演となった。ありがとうございます。